サッカー J2 のジュビロ磐田の新たな監督に就任した名波浩氏が今日就任会見を開き、今のジュビロに欠けているボールへの執着心をしっかりと浸透させ、素晴らしいサッカーをしていきたいと抱負を語りました。この、職務を引き受けて、どこまで立て直せるか、それからどこまで強いチームを作り上げられるかというのはもちろん未知数です。素晴らしいサッカー、美しいサッカーを目指してやっていきたいという気持ちは非常に強いので、皆さんもそこを、見守っていただけたらいいなというふうに思っています。今シーズン J2 で戦うジュビロ磐田は現在リーグ戦3位で、自動的に J1 に昇格できる2位との勝ち点の差が8に広がるなど厳しい戦いが続いています。このためチームは昨日付でシャムスカ前監督を解任し、チーム OB の名波浩氏を後任の監督にすることを決めました。クラブが危機的状況というものは、選手側から聞いていたので、勝ちたいとか結果が出なかった後も立て直したいという気持ちが非常に薄いんじゃないかなと、上がって当然だと思ってスタートを切った今シーズンを考えると、今のこの順位とか、みんなのメンタリティというのはこうなっても仕方がないのかなというふうに感じています。勝ち点3の重みとか、90分の重みというものをもっと強く感じさせなきゃいけないなというふうに思います。名波新監督は現役当時ミッドフィルダーとして左足から繰り出される正確なパスやシュートを武器にジュビロの黄金期を支えたほか、日本代表としても活躍しました。名波新監督は午後に行われる全体練習から早速チームの指揮を執る予定です。